朝サシは海上自衛隊の潜水艦、朝サシ型潜水艦の一番艦。艦名は朝の潮から由来し、この名を受け継いだ日本の艦艇としては、旧海軍の白雲型駆逐艦、朝サシオ、アサ型駆逐艦、朝サシに続き三代目にあたる。朝サシは第二次防衛力整備計画に基づく昭和38年度計画潜水艦8062号艦として、 川崎重工業神戸工場で1964年10月5日に寄港され、1965年11月27日に浸水、1966年10月13日に収益し、第1潜水隊群、第2潜水隊に編入された。1967年8月11日、津島海域で訓練中に海底に、船体の一部を接触し、 ソナーの一部を損傷した。1968年3月16日、第1潜水隊軍令下に、第3潜水隊が新編され、春潮と共に編入された。同年7月20日から10月8日までの間、ハワイ派遣訓練に参加。1973年10月16日、第3潜水隊が自衛艦隊令下に新編された第2潜水隊軍令下に編成がえ、 1978年3月31日午後9時30分頃、静岡県尾前崎南方約120キロの演習灘で訓練中、護衛艦、夏雲と接触。浅潮の戦闘橋及び、夏雲の右スクリューが一部破損した。当時、この水域では、浅潮を目標とした対戦攻撃訓練を実施中であり、浅潮が、 約16メートルの戦謀強震度で夏雲と接触した。1983年3月30日、除籍。選考回数は2330回。選考時数は21674時間14分。スノーケル時数は8066時間58分。走行点は201243.4回入りに、上った。海上自衛隊ニュース。 世界の感染第166号解任者1971年6月81ページ。海上自衛隊ニュース世界の感染第255号解任者1978年6月144ページ。ありがとうございます。